シリーズ2日目も大激戦が続きます。丸亀ブルーナイター SC 第64回ボートレースメモリアル、これより第11レース予選競争です。1号艇池田浩二、2号艇山口剛、3号艇西山貴弘、4号艇森高一馬、5号艇菊池光平、6号艇浜野谷健吾、以上6名の対戦です。コース取りに大きな動きはなさそう。定番通り絶好枠には池田浩二であります。近況も8点を大きく上回るハイアベレージを残します。さすがの実力、1号艇池田。昨日初日は展開不運なレースもありましたが、ここはリングを変えてすぐさま挽回といきたいところ。そして2コースは展示タイムも良好な数字、好相性の丸亀で手応え十分か。2号艇山口剛、3コースには現在ただ一人の連勝中です。3号艇西山貴弘、ここまでがスロー。角の4コースには地元4号艇森高一馬、一走一走整備を施しての戦いとなります。4号艇森高、そして5コースは5号艇菊池光平、6コースには6号艇浜野谷健吾です。定番通り2つに分かれました。3対3、ホームは追い風コンディションが続きます。シリーズ2日目第11レース予選競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番、スタートしました。後枠の2人、1号艇池田浩二、2号艇山口剛、両者がスタート優勢。1番は1号艇池田浩二が逃げる体勢、3号艇西山が思い切ってまくっていく、内側5号艇4号艇殺到するが、まくり決まったか。3号艇西山、1号艇池田浩二も踏ん張って手先を残しているが、わずかに3号艇西山が前に出る。3番手争いは6号艇浜野や5号艇菊池の攻防。11レーススタート正常、絞っていった3号艇西山貴弘が3連勝に向かって2番コーナー先取り、鋭く打ち狙う1号艇池田浩二をここで振り切った。一気に5点進リード、3号艇西山貴弘、1号艇池田浩二が2番手、5号艇菊池光平が3番手から追い上げまして、その差は1点進半。超体系目下のところ3番1番5番です。2周の1マーク、2番ダッシュの1号艇池田浩二に5号艇菊池、前後ろ乗って狭い内側へぐり込んでくるが、ここは1号艇池田浩二差し場を与えず2番手若干リードを広げ、上位体系は3番1番5番です。先頭は独走体制完全に固めた3号艇西山貴弘、2番手1号艇池田浩二、3番手5号艇菊池光平となっています。3番1番5番で2周2マーク、今度は4番手から6号艇浜野谷健吾が潜り込みますが、5号艇菊池が握って突き放す上位体系、3番1番5番最終周回に入っています。インコースから0台のスタートを放ちまして、きっちり逃げ切ったかに見えた池田浩二でありましたが、センター3コースからものの見事なつけ前格好、これで無傷の3連勝は目前であります。3号艇西山貴弘、1号艇池田浩二が粘って2番手、3番手は5号艇菊池光平、上位体系は3番1番5番、後方6号艇浜野谷健吾、2号艇山口剛、4号艇森高一馬となっています。シリーズ2日目11レース予選競争、ラストコーナー3連勝のゴールへ、あと直線コースを残すのみ西山貴弘、1号艇池田浩二2番手、5号艇菊池光平3番手、3番1番5番先頭、3番西山ゴールイン、2着1番池田ゴールイン、3着5番菊池ゴールイン、6番浜野谷ゴールイン、2番山口ゴールイン、ラスト4番森高ゴールインです。第11レースが終了です。1着は3号艇西山貴弘選手、3コースからまくっての勝利、これで3連勝となりました。11レース確定です。1着3番西山貴弘、2着1番池田浩二、3着は5番菊池光平、11レースは3番1番5番で確定しています。払い戻し金ご覧の通りとなりました。